ってますわというふうなことだよね。それは間違いない事実だと。で、7番はこっち向いてんだよ。方角が違うっていうならもうここの方がまだいけるかな。こう。この6番の中心項も含めた、中心間も含めたこのまっすぐの線というふうなところと7番絵描くとかな、フィギュア作るとか、その世界に入った方がいい。明らかにこれ、こういうのを熾烈不正って言うんでしょ。党の方には何にも感じてないわけよ。いいんだ、それで。ただ単にこれ、熾烈がおかしいですよ。かなりやらしてみたけれども、こうグッと噛んで、噛んだまま右と左に動かして動かないんで、ほとんどまだこっちの方は動く。なぜここの部分で錯誤して自分で削り落として激しい起こしてでもギシ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 やったおかげでこっち側には軽じて動くんだ。こうやってこのぐらいはだけど首の喉の方これを学体模型、学体診断って言ってここからやらなければただ単にパッと見た目とんがってるから歯削りましょうとかまあちょっとなんか髪をカバーしている部分の出てない骨を全部解削って全部削り落としてこれをムキムキ前々のこの8番にしてから歯間をぶった切って真っ二つに割る。真っ二つに割っても出らん時は3分割してそしてこっち側から平米突っ込んでこれをポンポンと抜いていくんです。だけやたったこれだけやたったこれだけなんだけどこちらサイドのところはとりあえず噛んでるんだよ右サイド本人にとって。ところがこれひっくり返したらじゃじゃじゃーん、あ、言い過ぎた、ちょっと作りすぎ、盛りすぎ、どこに当たっとんねん、左が噛んでねえだろ、これ全部ポーセレンや。